森島久志と言います、私北海道を担当して25年6年目に入りまして、月に1回ぐらい北海道に行っていろんな事業者の方と触れ合っている、今お仕事をやらせていただいております。それでは今回、北海道物産展、4月の17日から開催でございます。2週間開催でございますが、今日はですねご紹介としては、1週目のこの17日から23日のご紹介をしたいと思います。はい、こちらですね今回の目玉ということで、私、バイヤー歴25年の森島がいろんな引き出しをバババッと開けて、今回ぜひ食べてほしい商品を、2週間で終わり10品、10選ですね、ご紹介していこうということで、取り組んでおりまして、今回この1週目に関しましては今ここに出ているこの商品をご紹介したいと思っています。はい、どれもこれもすごく、魅力的な商品ばっかりということ でまた春活10周年ということで、今回は10周年にちなんだ商品とかですね、今回この10周年を記念して、特別な商品をたくさん作っておりますので、ご期待いただきたいと思います。はい、まずご紹介していきたいと思います。まずですねやっぱりこの物産展の花というところで、言いますとやはりこのイートインコーナーということで、北海道の味をそのまま、会場で食べれるという商品をご紹介したいと思います。まずですねこのラーメン、やはり北海道と言えばですねラーメンということになりますけども、札幌ラーメンですね。で今おそらく一番食べにくいラーメンであろうと言われている信玄さんのラーメンが登場します。これ今だいたいこのラーメンを食べようと思うと、まあ、2時間は並ぶと言われている今ラーメン屋さんでございまして、私も実はしばらく食べれてないというか食べに行っても食べれないという、ラーメン屋さんになりますので、ぜひですねこれはアベノハルカスで存分に食べていただけますので、食べていただきたいなと思います。でここのラーメンの売りは何といってもですね味噌ラーメンということで、まあ、札幌イコール味噌ラーメンというイメージが強いんですけど、ここは濃厚味噌ということで、非常に人気が高いメニューになっています。でこれはねどっちかというとポタージュスープを飲んでるような本当にシルキーなこう本当にきめ細かい味噌ラーメンということで、大人の方でも子どもさんでも食べていただけるラーメンになってます。で今回はですねちょっとこの豪華な全部のせということで、ボリュームアップして展開したいと思っております。でこのアスパラ、これ後でちょっとご紹介しますけども、このアスパラ春らしいアスパラですね北海道。そしてチャーシュー、角煮コーンとですね、もう北海道ならではの食材を存分に載せておりますので、これをぜひ食べていただきたいなと思っております。で次ですねやはり海鮮丼、はい、白八鮮魚店といいまして、今札幌で非常に人気のある若い方に非常に人気のある居酒屋さんということで、こういった縦盛りという、ね、もうインスタ映えって言われるものなんですけども、こういうのもメニューにたくさん取り込んでいるメーカーさんでございまして、今回ハルカスの10周年にちなんでですね、具材を10種類トッピングして、もう縦盛り縦盛りでこうさせていただいてますんで、まあ、カメラ片手にですね、撮っていただきながら食べていただくという非常に楽しく食べていただける、メニューになっております。でここにはないんですけど、実はこの後ここにはキンキのだしというのがあって、実はこれ飲み放題ということで、まあ、食べた口直しに最後キンキのだしでほっこりするというのがここの四八流ということですので、ぜひぜひですねそういったキンキのだしも味わっていただきたいなというのがこの2つのイートインでございます。これを食べると大体札幌の人気店食べましたということが言えるというお店になります。はい、その次ですね、町中華、まあ、すごい流行ってますよね世の中でね、 YouTube でも流行ってます町中華、これ中国料理ホテイというところですけども、ザンギですね、北海道の唐揚げをザンギというんですけども、まあ、ここは札幌で一番人気のザンギと言ってもおかしくないというところでございまして、このザンギでかい、これぐらいあります。これが5個6個、実はお昼ご飯普通のおやるさんがゴロッと食べてます。はい、すごく食べやすい、ザンギです。これなぜかというとここにある甘だれ、これをつけて食べるという、お店でございまして、もう非常にこれはにぎわっている
店でございまして、これ大人気商品ということで、ぜひこれ食べていただきたい。私も行くと必ず食べてるというご当地グルメになっております。でその次ですね、ちょっとアスパラの方説明したいと思います。これ今回は全く初めて出てくる、お店なんですけども、スリービレッジファームさんというところで、これ商品がですね、アスパラなんですけど太いですよね、これね、ちょっと特別なアスパラになってます。日高馬節アスパラという、ね、日高というところ、ご存知か知りませんけども、日高というところは実はサラブレッドの町ということで、馬がたくさん出るところなんですけども、この馬糞を使って育てているものであります。この馬糞、サラブレッドの馬糞って非常に高級品でなかなか流通しないという、もう芋しか食べてない馬の糞ですから、非常に野菜にもいいということで、こういうのを育ててあります。そして日高昆布、そして鰹節、これの残さをうまく混ぜ合わせた堆肥で育てているアスパラということで、非常にこれ今注目を浴びているアスパラで、なかなか手には入りにくいです、はい、なので今回特別に出品していただくということでございます。ちょうどこの時期がですね、一番取れている時期ということで、もうぜひぜひ食べていただきたいなということで、で実はこの鰹節と日高昆布は何であるかというと、お蕎麦屋さんなんですよね、もともとね。お蕎麦屋さんに出る、出汁を取った後に出る日高昆布と鰹節、これを使って土を作っているということで、まあ、非常に贅沢な土を使っているので、このアスパラにも存分に養分が入っているということなんで、非常に甘くてみずみずしいアスパラになっております。でこれをここで使っております。なのでぜひぜひ食べていただきたいなと思ってます。でもう一箇所、ここ日高、同じ日高のステーキ焼肉屋さんになるんですけど、小袋という牛を育てている松本牧場さんというところになるんですけども、はい、これこの方、お店のオーナーさんなんですけども、すべてご家族で牛を育てている、黒毛和牛を育てている生産者さんがお店を運営されています。でここは同じようにこの日高昆布を牛に食べさせて食べている、育った牛を使っている、お店でございまして、非常に甘くてですね、肉のその味がすごくする、お肉をたくさん、使っていただいて、これ今回10周年に合わせて10枚入りステーキということで、大人の方が食べても全然お腹いっぱいになるぐらいの大ボリュームでやらせていただいています。で私実はこれいきなり入れてということで入れました、はい、アスパラをバンと入れて、はい、無理やり入れましたらこうはみ出てしまったんですけど、まあ、こういう感じでボリュームいっぱいで食べていただけると思うので、まあ、この3つアスパラくくりということでぜひ食べていただきたいなと思ってます。はい、で最後ですね、こちら、まあ、やはり北海道といえばこのソフトクリームは外せないデザートになると思いますけども、食べ比べ、いろんなところのソフトクリームを食べ比べれるというのが非常に大人気の企画になっております。はい、でこれ3つですね、いろんな牧場の牛乳が使ったミルク、ソフトクリーム食べれるんですけど、今回私この山川牧場のコーヒーソフトに注目しております。実はこれ私個人的に北海道で一番美味しいのはこれだということで勝手に思っています。はい、まあ、私が担当した頃に食べてもう感動してですね、それ以来もうこれにずっとハマっているという、山川牧場の、コーヒーソフトということでね、なってます。でそれ以外にもですね、今流行りのグラスフェットですね、牧草しか食べていない牛の、ミルクを使った、ソフトクリームだったり、ジャージー牛をね、100% 使った加藤牧場のミルクソフトなんかも選んでいただいて、それぞれの味を楽しんでいただける企画というのもやらせていただいておりまして、まあ、いろんなものを楽し4種類ありますので、4種類の中から3種類選んでいただくということで、このようなセットを作らせていただいておりますので、まあ、ぜひこういうのもいろんなものを食べた後にこれを食べていただいてもいいかなという考えております。はい、では次ですね、やはりこのお弁当ですね、もうこれが北海道店の売り上げの大部分を占めていると言っても過言ではございませんが、まずこの海鮮丼ですね、海鮮だらけと言っておかしくない、これそれぞれ皆さんの特、まあ、好きなものが入っているものを選んでください。はい、で今回10周年で
ボリュームがすごくなっております。例えばですね、これ鳴沢水産というところで、これ貝のお店なんですよね。でこれ木古内っていうところはどこかというと、函館のちょっと上の方なんですけど、新幹線の駅が実はあるという木古内駅っていうのがある。ちょっと調べていただいていいと思うんです。とんでもない田舎でございますが、貝が非常に取れる場所で、ね、有名でございます。でここホタテ10粒入っております。はい、最初そんな入ってなかったんですけど、入れてということで、まあ10周年なんで10個にしましょうということで、いろんな、味が楽しめる、ホタテ10粒食べ比べ弁当という、これももう10個食べたら本当にお腹いっぱいになりますんで、ぜひぜひ食べていただきたいなと思う。非常にねホタテは甘くてですね、柔らかくて美味しく仕上がっております。はい、その時北海工房ですね、ここはでもカニ屋さんと思っていただいて結構です。カニ弁当のお店ということで、非常にこのズワイガニとかタラバガニとかですね、毛ガニ、花咲というちょっとね北海道でしか食べれないカニを存分に入れて、なんと具材10種類、今回も10周年に合わせていろんなものを足し込んでいただいて、バラエティ豊かにボリュームも相当ありますので、これも2人ぐらいで食べていただいてもいいのかなと思うぐらいのお弁当になっています。はい、でね、実はここにねもう1個あるお弁当は、これ変なマークついてるんですけど、これ実はネットで買えるという、はい、あのうちも今ネットショップでですねお弁当のご予約を受けたまっております。こういうお弁当がね、今ネットショップの方で出ておりますので、ぜひぜひご予約をいただいて買っていただいてもいいかなと思います。これ待たずに買えるお弁当なので、ぜひご注目いただければと思ってます。はい、それ以外にもね、やっぱり人気のある雑魚亭さんのね、こういうバラエティに富んだお弁当、駅弁のお店旭川駅立ち売りさん、こういったねそれぞれ自分たちの強みを生かした具材を盛りだくさんに持っている海鮮丼、非常におすすめでございます。はい、で今ね実は海鮮丼を脅かしているこのお肉ですね、はい、こちらも非常に人気が高いお弁当なんですけど、この八軒園っていうところなんですけど、はい、これ実はサロマ和牛という和牛を使っているお肉なんですけど、これ実はあまり国内で流通していないお肉です。はい、なんと、サロマ和牛を飼っている牛舎、約飼っている牛1万頭でございます。はい、非常に素晴らしい牛舎で育った牛でございます。牛舎に行くと一切牛の匂いがしないと言われる、非常に清潔ある、牛舎で育っているサロマ和牛を惜しみなく使ったお弁当でございます。はい、これはね関西で非常に人気のある具材を集めたというちょっとこだわりのあるお弁当になっておりますので、ね、ぜひ、まあ、3000円というお値段になっておりますけども、食べ応えは十分にあるお弁当でございます。非常に柔らかくて甘くてというところですね。はい、で一番人気の中川、これもね ボリュームたっぷりでホタテも入ってアスパラも入ってますよ。はい、こういうお弁当ね、非常にステーキ弁当は海鮮弁当を脅かすフライの人気が今高い、お弁当になってます。そして外せないイカ飯ですね。はい、もうこれは本当に駅弁の王様みたいなお弁当なんです。これはもう甘くて美味しくてですね、ぜひこれも一つ加えていただきたいなと思ってます。はい、そして、次はですねやっぱりこの甘いものスイーツですね、スイーツの方をご紹介したいと思います。はい、ちょっとひときわ目を引く画像があると思いますけど、これまあ一応10周年を記念してですね、300ミリ、これはハルカスが300メートルということで300ミリのソフトクリームを作ってしまいました。はい、ほぼ実物大というぐらいの大きさになっておりますけども、7巻ぐらい入っております。はい、もうこれはもう先ほど申し上げたこのこだわり牧場のソフトクリーム何でも選んでいただけますんで、まあ、一気にこれを食べてもらうのもありかなと思っています。もう確率限定30しか作れませんのでね、ぜひ来ていただいたらまずこれを先に食べてもらってもいいのかなというぐらいのものでございます。おそらくあっという間に売り切れるんちゃうかなと思います。はい、今回は新規でですねいちごのお店が来ました。清田ベリーファームさんということで、はい、札幌のちょっと郊外に清田というところがあって、そこでいちごを育ててはる生産者さんがいちごパイとかそういった製品を作って、
非常に人気のあるお店が今回来ていただくことになりました。はい、北海道実はイチゴがすごく取れる今場所になってまして、こっちの本州のイチゴにはもう引けを取らないクオリティになっているということですので、ぜひ楽しんでいただきたい。このパフェなんかはね、中にこれイチゴ削りが入っているので、ちょっと普通のパフェとは違いますからね、ちょっと暑い時期になってきましたので、ちょうどこれがいいんかなというように考えております。はい、はい、それで、ね、次がですね、このセコマってご存知ですかね、皆さんね。セイコーマートという、もう今や北海道のインフラと言われているコンビニなんですけどもね、そのコンビニの非常に人気のあるこのクロワッサン、これをですね、出来たてを買えるという、はい、ところでございまして、はい、これはもう本当にあの北海道では誰もが知っている、クロワッサン、これをもう会場で焼き上げてますよという形になっています。もう北海道はあのセブンイレブン、ローソンをはるかに凌駕するコンビニということで、まあ、北海道に行くと必ず寄っていただきたいコンビニの一つでございますので、ぜひこれ食べていただきたいなと思います。はい、それとね、プリンなんですけど、これね、何の変哲もないプリンに見えますけど、これとんでもない商品実はです。これ実は4つの牧場の牛乳を使って食べ比べできるプリンなんですね。はい、これそれどれも先ほど申し上げたソフトクリームと同じぐらいのこだわりの牛乳を使っています。素晴らしい商品です。なんでこれ僕こんないっぱいあの褒めるかというと、これ僕一緒に開発したんで、はい、私の開発商品ということで、あの非常に人気の高い商品になっています。これ食べ比べてもらうとすごく分かることが1個ありますんで、はい、皆さんぜひ楽しんでいただきたいですね。何が違うかというと、カラメルの味が全て変わるという、ちょっと実は魔法のような味を感じれますので、ぜひ4つ食べ比べていただきたいなと思います。一番自分がどれが好きなのかっていうのを一回ね、当ててもらってもいいのかもしれません。はい、非常に人気のある商品です。で、実はこの石屋製菓の白い恋人って皆さんご存知だと思うんですけど、1年ぶりの販売ってご存知だったでしょうか。実は去年卵不足で1年間全く道外では販売されていませんでした。はい、今年3月からやっと復帰ということで、この春の北海道店に1年ぶりに登場します。はい、これは見ると食べたくなるという商品なので、ぜひぜひ会場で見かけていただいたら、ぜひ一つ買っていただきたいなと思っております。あとは六花亭ですね、そしてロイズ、ジャガーボックルですね、こういったもう北海道代表するお菓子がそこどころにありますので、こういうのも一個一個お客さんチェックをお願いしたいなと思っております。では今回ね、今日のお魚、いろんなところからお魚を入れました。北海道の三大市場ですね、からいろんなものを持ってきていただきました。で、今回は函館の朝市、はい、そして旭川の極市という市場があります。そして釧路の和商市場と言われている市場でございます。はい、この市場からそれぞれの地域の特産品であるお魚を、たくさん、こちらの方に集めてみました。はい、でこのね、函館朝市とか釧路の和商というのは、我々一般人も普通に買い物ができる観光市場であり、日常の市場であり、そういった台所的な市場になりますけど、この極市っていうのは本当に北海道の台所って言われている、市場でございまして、ちょっと違う市場になっております。で、実は旭川って海ないんですけど、オホーツク、日本海、太平洋、それぞれの距離が一番中間点にある、まあ、いわゆるへそ的な、北海道のへそ的な位置にあるので、実は一番魚が揃ってるのは実はここなんですね。はい、なので、非常に鮮度の高いいい商品、特に道北エリア、稚内とかですね、そういうところの食材が一気に集まる市場ということで、今回は鮭を、持ってきていただいたり、あとはアスパラも販売したりします。そして釧路の和商市場は道東と言われているところ、東側になるんですけど、やっぱりサンマですね、それとかいろんな魚種が取れるエリアになりますんで、この和商市場からはいろんな魚種を集めて、加工したものを販売するということになっております。はい、そして朝市、はい、カニです。で、ちょうどですね、この時期はこのオホーツクの流氷が
っちゃった後に取れる毛ガニというのが非常に海焼けの毛ガニと言われてて非常にいい毛ガニが取れる時期でありますのでぜひぜひ物色していただけたらいいかなと考えております。はい、コロッケですね。こういったものも実は北海道店では外せないアイテムになります。で皆さんね結構会場で食べたり飲んだりっていうのをする人が多いんでねおビールもちゃんとご用意しておりますのでこれを片手にこういうものを食べていただいてもいいのかなという感じで考えております。ちょっと特徴的なお店やっているのはこのどさんこコンビニというところでいわゆるその空港の売店をそのまま再現しましたというセルフコーナーで約ここでも500アイテムぐらい商品が揃っております。ここはね実は非常に賑わう場所で100円のキャラメルからいろんなものを買えるという、はい、お店になっております。実はこのお店を始めたのは阿部の近鉄が20年前に初めてやった、お店ということで非常に我々は得意とするところでございます。これはのいきさつで言うとお客様からちょっと旅行行った時に見たことない商品というか B 級的な商品が欲しいんだけどどこも売ってないというリクエストがあって調べてみるとやっぱり各メーカーさんは売れ筋しか持ってこないっていう時期があってなかなか手に入らなかったと。そういうものをじゃあ取り扱うためにどうしたらいいんだと思ってやったのがこれということでこれが今全国的に広がっていってるということで非常に期待値の高いお店なのでぜひ覗いていただいたらいいかなというように考えております。はい、食べてもらいたいものがこれなんです。はい、ホッケです。でこれちょっと普通のホッケじゃないので、ぜひ会場に来ていただいて食べてもらいたいんですけどとにかく大きいんですね。はい、大きい、だいたいこの魚1匹60センチ弱ぐらいあります。普通のホッケの大きさでは全くないというぐらいもう濃いぐらいの大きさがあるっていう認識があるんですけど非常に大きな特大ホッケということで、はい、まるまる太ってるホッケになります。はい、で実は身が真っ白なんですね。これ通常ホッケっていうのはちょっと赤みかかってるというか茶色かかってるっていうのが普通なんですけどこれ真っ白なんですよね。これなぜかというと餌なんですね。イワシを食べるとこうなる。はい、で大体赤いのはオキアミを食べたりすると餌の身が変わるって言われる。これは本当にシャコタンっていうところでイワシしか食べずに育った大型のホッケしか今回は使わずに皆さんにご提供しようということでこれ実は私も見たことがないぐらい の素晴らしいホッケでこれ半身なんですけど半身で2人分ぐらいになるぐらいの大きさなのでぜひですねこれは味わっていただきたいなと。もう油しかないっていうぐらいすごく油の乗ったホッケになってますしでこの店主の方も来ていただいて売るんですけどこの方がまさに魚博士ということでいろんな話を聞かせていただいてこう魚のことを教えていただけますんでぜひぜひいろんなものを食べた最後にここに立ち寄っていただいて今日の晩ご飯のおかずにしていただいたらいいかなというように考えております。今いろいろご紹介させていただきましたけどまだまだここには出ていない商品もたくさんございますのでぜひね1週間本当に毎日来ていただいても満足していただける、北海道展になっていますのでこの10周年を、記念した、大北海道展の第1弾ですね、17日からでございますがぜひお楽しみください。ご来店をお待ちしています。ありがとうございました。